ただいま流れている曲ネバネバオンゴという曲で茨城県と納豆を勝手に PR しております。ちょっと待って、音響さん、もうちょっとボリューム下げてもらっていいですか。BGM 少し下げてください。違う、ヒルンじゃなくて、そう、音を下げてなんだろう、音を下げてもらうだけで結構なんですよ。はい、あ、いいですね。じゃあこのままもう行っちゃいましょう。はい、改めまして歌手の泉泉です。よろしくお願いいたします。はい、いやね、トラブルっていろいろあるもんなんですよね。ね、はい、もう今日は今年の夏はですね、もうおかげさまで忙しくていろんなところをねやってきましたけど、ありがとうございます。あのこのね、あの千代おじさんの万灯絵も本当に毎年出演させていただいておりまして、毎回出演するごとにステージの位置がちょっとずつ変わっているんですよね。いつも万灯絵来られている方いらっしゃいます？はい、いつも来てるよっていう方。あ、一番最初に僕呼ばれて、ね、あのステージやらせてもらった時はあそこだったんですよ、ね、あそこだったで、次の年があの正面になりまして、正面になったり、で去年あそこになって今年ここなんですよ、ね、ここだったり、なんかぐるぐるぐるそこに戻るかもしれないねえ、ちょっと毎回毎回景色が違くて、ちょっとねステージ立ってる側も楽しいわけでございますけれども、はい、はい、私泉と、そして、はい、私浅野勝盛と申します。どうか一つよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、さあ、ね、ギターの音がちょっと出てないみたいなんですけど、ね、はい、はい、じゃあギターの音出していただいて、はい、はい、いい感じでございます。ありがとうございます。はい、はい、それでは我々まずご挨拶であるといいますか、ネバネバ音頭の歌を歌っているんですけれども、新曲の方も出させていただいております。コロナ禍でなかなかちょっとね歌うことができなかった、発売した当時ね、すぐコロナに入っちゃってなかなか歌うことができなかった曲ですが、こちらも茨城県の桜川市の舞台となっている曲でございます。はい、田野中先生に花を添えていただいて、はい、先ほどね本当大変失礼いたしました。あの一緒にこの私たちの歌に合わせて田野中先生が踊ってくださるということで、ありがとうございます。一緒にお届けしたいと思います。さあ、それでは曲の方行かせていただきたいと思います。はい、急にちっちゃくなってよ、私の声が。はい、はい、はい、あ、いいや、はい、大丈夫ですよ。はい、それではですね、桜川聴いてください。よろしくお願いいたします。もしかしたらポーズを取ると CD かかんないのかもしれないですねそのポーズが美しすぎて。そうそうそう、じゃあ桜川お願いします。いきます。どうなるんでしょう。はい、出ました、よかった。
ありがとうございます。止めてもらっていいですか。